こんにちは田辺聖子の小倉百人一首163回目は83番皇太郷宮の大部春勢の歌を2回に分けてお送りします世の中よ道こそなけれ思いいる山の奥にもしかぞなくなる 世の中よ道こそなけれ思いいる山の奥にも鹿ぞなくなる無常のこの世を逃れる道はないのだ世の中を捨てようと深く分け入った山の奥にも妻子う鹿の声が聞こえるあわれ鹿よ 我が心も知事に乱れ静けさを失う「豚腺の硬さよ」「潜在集巻十七像に十回の百首歌読みはべりけるとき鹿の歌とて読める」として出ているこの歌は 春勢がまだ秋広と言っていた27歳の頃の作である若い時代の作品にしては随分年寄り臭い遠征の気分が大一しているが時代風潮であろう織氏も23歳だった北面の武士佐藤則清もこの年出家している遠威と名乗った彼こそ 後の行である。ところで「世の中よ道こそなけれ」の嘆きは「出家頓生の道」という意味なのに王朝末期の動乱時代には「正道批判」というふうに曲解する人も現れたらしい。春勢は後白河法王の王政を受けて 潜在集を先進したが、若い時に読んだこの自信作を入れたいと思った。しかし、道こそなけれが、政治風刺と取られてはまずいとためらっていたところ、特に直命があって入手したらしい。芸術も政治の束縛を逃れにくい。 家は父の作品からこの一首を百人一首に入れたが春税自身は「言うされば延べの秋風身にしみてうずらなくなり深草の里」「うさればのべの秋風身にしみてうずらなくなり深草の里」を 代表作としていたようである。藤原の春勢、これは年なりと読んでも間違いではないが、春勢と読むのが古くからの習いとなっている。永久2年、1114年生まれ、元久元年、1204年、91歳で死んでいる。 帝家の父、王朝末期花壇の大御所である有限体の花風を打ち立て陛下弱恋義経四季氏内親王といった新古今朝の騎手たちを指導育成した春勢の歌の詩は藤原の元と年。 75番の作者である。当時元年と並び称されたのが源の年り。先にも書いたようにこの2人はライバルで仲が悪かった春勢は年寄りにも四粛していて「私は歌をお慕いしているのだ人柄や派閥によらない」と言ったというので時の人々は「 春勢の心の公平さを尊しとしたという公平連直な人柄を信頼されて歌合わせの半者にも良くなっている今日はここまでにいたします。ありがとうございました。